あ、まあ、もうそもそも早いからね。そうじゃないです。うん、めんどくさいことだなって。うん、めんどくさい人ですね。やるってさ、めんどくさい。責任追われるから。人気場面がめんどくさい人。です。はい。そのままお待ちください。あ、どうせわかるから。レイノです。あ、俺、陣外で言ってるかもしれないんで。うん。あ、どうせわかるから。朝が来ました。初日の襲撃はありません。7番さんが発言します。はい、ございます。まあ気になる点はしっかり話聞いて、まあ気になる点を挙げていってほしいのと、で後半の人は時間がないんで、本当要点だけまとめてしっかり話してください。で、あと前の人の様子を、まあ、落とせるだけ落としてもらえたらありがたいですね。まあ、ぐらいです。まあ、どっちにしろあんま言うことないんで、まあ、一周目しっかり頑張ります。8番さんが発言します。はい、特に仕様はありません。まあ、進行というか、まあ、思考に関しては7番さんにまあ概ね同意と言ってもいいんですけど、まあ、7番さんが本当に心の底から前の人にしっかり触れていってもらって議論発展をしたいってなった時、まあ、7番さんはその役割を果たせてたかなって言ったら、僕は果たせてなかったと思いますね。だからまあこれ色判断ではないですけども、まあ、印象悪いですよね。7番さんが切に本当にそう願っているのであれば、僕はもっと7番さん時間フルに使って、かつちょっとでも議論発展するようにっていう発言を絞り出してほしかったですね。まあ、それがなかったんで、7番さんは本当にそう思ってんのかなっていうのは疑問でした。はい。2周目、もう一回7番さんの精査したいと思います。9番さんが発言します。はい、よろしくお願いします。あ、7番さんはね、まあ、特に印象はないんですけど、まあ、要点だけを話してくれっていう7番さんからの意見で30秒残して切ってるから、まあこの人無駄な話が嫌いなんだろうなと思って聞いてました。基本めっちゃ無駄な話するんですけど、はい、まあ思ったことをここが人類らしいとかっていう要素だけしか言わない人物、他に対して現状を持ってなかった何も言わなそうな人物だなとって聞いてましたね。最高だよ、しめんどくさいから。それが平和村、めんどくさいから。そう思うのは、まあ安心はマジめんどくさいし、俺はそうは思う。今も西洋版面で占い人ミスったし、思ってます。7番さんは、はい、以上です。1番さんが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ人間性精査したところで、まあどうしようもないなと個人的には思ってますけれども、まあ30秒残したっていう要素に関しては、自分的にはまあ8番自身も言っていましたけれども、まあ要素を落としてたくないっていう感情のもと、まあ30秒で残したっていう可能性もありますし、まあ9番さんの捉え方っていう部分もありますんで、まあ、個人的にはまだ分かんないっていうのが部分かなと思いますけれども、7、8、9の中で、まあ、印象が一番良かったのは8番さんかなと思っています。あの中で、偽装7番の様相をどんどん落としてってっていう割には、偽装感情のもと発言してんじゃないかなっていう8番の疑いの視点っていうのはすごいいいものだったんじゃないかなとは個人的には思ってます。まあでも9番さん、それ普通なのかどうかっていうのは普通じゃないんじゃないかな。うん、普通っていう考え方を8番に求めるのはちょっと変だなと思う。2番さんが発言します。はい、占い師でした。6番さんが白でした。で、7番さん要点だけを、まとめて言ってくれって、俺も大体その考えなので全然いいかなって、秒数ギリギリまでいっぱいいっぱい喋ったから、何なのって、思うので、要点をまとめて喋ってほしいっていう7番さんは良かったかな。
8番さん、まあ、なんていうの、どんな人かなとか、人なりも全部知りたいから、できるだけ喋ってくれっていう気持ちはわかるけど、要点をきちんと話すだけでいいんじゃないかなって、俺は思っている。6番、シロー。3番さんが発言します。現状何も分かってねえな。2番が強靭だった場合はおそらく、手前に、白をね打つっていう邪推が入ってんだよね。ほら強靭ってやっぱり発言聞いて黒っぽいとこにさ白を打つっていう傾向があるから、だから2番がやってることは結構ローコードには行動だけじゃちょっと、ね、若干だけど、ね、若干だから、はい、でまあそこは置いといて、要点だけ言えての7番さん、まあ、それは分かった、分かった、分かった。まあ、だけどね、俺もシンプルに怪しい人見つからなかったな。あの色が全体的につけれないんだよ、つけれない。ほら、占い師って下手にさ、色つけると、やっぱりヘイト買うからさ、つけれない。マジでつけれんかった。ただ、9番白だっただけ。だから1番さんは9番さん叩くのやめてるって感じ、以上。4番さんが発言します。はい、なんか話がなんか要点にまとめてくれはと時間いっぱいまでその続けてくれはみたいな感じの話に行っちゃって、まあ、正直さ色が見えるような議論発展はしてないっすよね。なんでまあ無理やりこういう感じだと無理やりつけるしかないんですよね。だからまあ、8番さんは、まあ、7のことおおむね同意だけど、その時間一般だけ使わないの印象悪いって感じに言って、だから8番さんはなんか追加で、だから8番の組み取りも分かるんだけど、7は要点行きたい人なんだよみたいな感じで言ったって感じでしょ。だから、まあ、現状ですごい気になるって、あの前なんていうの、人外要素っていうわけじゃないんだけど、一番気になるのは8番さんで、その上乗せの発言が一番少なかったのは1番さんかなって。上乗せの発言が一番少なかったのが1番さんっていう意味で1番さんだけど、まあ、正直ねこのね議論はねなんかね黒要素っていう感じで、ね、発展していかないと思うよマジで。めんどくせえマジで。5番さんが発言します。そうですね、4番さん同様グレーの精査はちょっと難しいんですけど、占い師に関しては僕2番の方が偽物っぽいなと思っていて、そもそも要点しか話さない人物って、まあ、端的にその意図が汲み取れればいいんですけど、情報量が発言でしか拾えない状況で少ない人物だから、2番が占い師として役を持ってて、なおかつ占いの札を持っている場合に、なんか情報量の少ない人物ってどちらかというと怪しく見える視点で、8番のように若干怪しみの視点を向けたから議論発展を求める人物の方が占い師と思っているんだったら僕は印象がよく映るんじゃないかって思ったんですけど、7番を評価するような発言だったから、僕はなんかそれ占い師を持っててそれは違うんじゃないかなって思ったから、まあ、3番の発言がというよりも2番さんにマイナス要素があるかと思ってるんで、2番さんの方が偽っぽのっぽいなと思ってます。はい、グレーの精査は正直僕は分かってないです。はい、あなたの発言です。はい、4校の後輩ちゃ困ってるみたいなんで、まあこの話って黒要素にならないんですねっていう回って聞いた印象は、まあ7891からわからないっていう、まあじゃあもう1分間やっぱ話した方がいいってことなんですね。もうあの途中で切っちゃうと結局891は7に触れてるけど、後輩ちの4校が7891に触れないっていうことになっちゃうっていう、色落ちなくなっちゃうのか、4号が怠けてるのか、4号自体も白だけど分かんないのかってなるんですね。2番3番の真偽は、まあ分からないんで、2周目聞いたらいいんじゃないですか。3周になったら占い行けばいいと思うので、2周用だったらまあ、9番の囲いとか追ってない限りはまあグレーってことになるんじゃないですか。まあ、まあ、1周目を聞いた感想はこんな感じですね。以上です。まあ、面倒だよね。7番さんが発言します。はい、お願いします。ああ、6番さん例の、いや、変だなと思ったけどね、今一瞬。6番さん最終位置で3仕様気になるんだと思ったけど。
まあでもよかった、霊能で。ね、2、3がね、どっちが狼かちょっとまだ分かってないんだけど、8番はね、まあ自分視点ちょっと印象は良かったんですよ。8番が7番に向けたのってローンが通ってるから、前の人に触れるんだったらって自分が言ってるから、それだったらまあ俺が1時間いっぱい喋んないと、それは触れようがないし、まあ、ローンは通ってるから、4番が8番に向けたのはちょっと変だなと思ったのよ。ただまあ俺占い師だったんで、まあ、8番が7番に対して、結局8番ってここから印象変わるでしょ。だからまああんまり話すこともなかったんで早めに切ってしまったんだけど、だから4から8に向けたのが変だなとは今思ってます。まあ、リーさんどっちか狼っぽいにはいきますかね。なんとなく薄いのは2番なんだから2番が強靭っぽいけどねぐらいの予想図落とせるとしたらかな。3番が9しろって言ってて、で1番が9番に対して向けてて、3番が1番に対して9は白だからっていうのも、まあ、3番狼でヘイト買いたくないのかなってなると、その場合1は白になるからっていう考察はできるけど、まあ、ちょっとそこまではよくわかんないぐらい。そうなると3、9、ローか、あと4番が変かなと思うぐらいなんで。はい。まあ、ラスル4、9かどっちかいるかなという感じですかね。まあ、3番が狼だったら。まあ、2、3どっちか狼っぽい方いきます。8番さんが発言します。まあそうですね、まあ、これといった人外要素って言えるようなものは正直見つけられなかったので、まあ、理屈でおかしいって思った人を釣っていこうかなとは思ってるんですけど、まあ、まず7番さんのことを評価し間違えてる人が多いと思って、7番は後半1は時間が足りなくなったらいけないから要点まとめて喋ってくれの人だから、そもそも時間いっぱい喋ることを前提にしてる人なんですよね。要点まとめて短く喋れって言ってる人ではないんですよ。時間切れになったらダメだから、だから特に前半の人には思考をしっかり吐き出せって求めてる人間だから、そもそも短く要点まとめてスッと発言切った方がいいって言ってる8あ924あたりは変なんですよね。からしたらロジックとして成り立ってないと思ってるんで、まあ、そもそも聞いてないんじゃない話って思ってました。はい。まあ、どうでもいい議論だと思ってるんですけどね。これ言いながらこの議論どうでもいいと思ってるんですけど、まあ、7番さんはちょっと、そうですね、まあなんか、こう占いであることを隠してたんだったら、まあ、思考をちょっと吐き出したくない気持ちがあったのかもしれないっていう、まあ、ちょっと勝手な汲み取りをややしてるぐらいですかね、7番さんに対しては。2番さんはちょっとだからその7の解釈が俺はちょっと変だなと思って評価してるんで、まあ、あんまり印象良くないですね。3番さんは2番さんの内訳についてなんか一生懸命言ってたけど、まあでも後半位置に打ってる2番像があった時に、まあ正直強靭かどうかってあの時点であんまり判断できないと思うんで、なんか無理くり精査してる風な感じを出してるなっていう評価も出ました。まあだから現状7じゃなくて2、3どっちかから行こうと思ってます。9番さんが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ8番さんそうなると1番から9番に対して人間精査をする、9番から7番に対して人間精査する意味がないよねっていう発言、めっちゃ変だよね。めっちゃ変だよね。9番別に同意してないからさ。8番が9番に対して話を聞いている、7番の話を。時間いっぱい。だから9番は8番に対して8番の組み取りは普通だよね。1番は9番に対して8番ってそれは普通なのかって聞いてる人物ね。9番は8番のことが普通っていう評価をしましたね。評価で言ったらね。
9番は7番に対して要件人間っていう人間精査をしただけなのね。めっちゃ違和感に感じないのかなって思って聞いてたけど、5番さんが2番さんになんか、まあ2番から7番は分かるよねって発言を残したとき、まあ、グレーも同じだから、まあ、5番の現状の釣り位置って、まあ、片白行かないってなったときって、まあ、5番の視点って7番に向くと思うんだけど、まあ、そこ向かなかったんだなと思ったぐらいですね、5番さんには。はい、1番さん、9番は別に8番のこと普通だと思ってますよ。1番は自身で8番評価してるときは、1番の中では普通じゃなかったと思ったら自身の思考を述べてもらっていいですか？9番はいろんな模索をかけただけなんで、はい。以上です。1番さんが発言します。はい。まあ、9番さんが村だったらごめん。喧嘩したくないんで、そこは俺の発言の仕方が悪かったかなと思ってます。私が8番のことを印象いいっていうふうに思ったから、普通で片付ける行為って何なんだかと思ったんで、ちょっと怪しみを持ってしまったのと、人間性は黒要素につながらないので、まあ、正直その精査ってどうなのかなと思ったけども、7番のその能天人間っていう文に関しての捉え方は合ってるので、陣内だったら、飯に取っちゃったから、まあ、なかった。9番さんの考察を否定して、人間性を否定してるつもりはないので、まあ、申し訳なかったかなと思ってます。占い師に関しては、2番、3番、どちらかに行きたいと思ってます。2番さんの発言が、2番さんに行くしかないんじゃない？なるべく人外っぽい方がいいんじゃない？評価っていう評価してたのか、正直俺は人の話を聞いて、あ、そうだったのかなと思うんだけども、まあ、あまり、なんか首突っ込もうとする姿勢があまりなかったなっていう部分と、3番さんは2番さんの邪推の部分に関して、巨人だったら、後ろに打つ、狼だったら前に打つ、まあ、そういった発言ってあんまり真の占い師だったらやらないんですよね。邪推だと思ってんじゃんって思ってんだったらやんなくていいんじゃないのって。じゃあ3番自身がそれ狼だったら反対のことしてるのかなとか、強靭だからそうやって前の方に出してるのかなとか、そういうふうに見られ、あなた自身が見られてしまう要素になってくるんじゃないかなと俺は思っちゃうんですよね。っていうのと、まあ、リスク管理のもと7番が潜伏した方がニュアンス的には高いと俺は思っているので、現状7番真の3人のどちらかに釣り縄を行きたいなと思っています。2、3に行くしかない。村の流れ上、2、3に行かないと。で9番、8番に正直狼要素、人が要素どちらかに陣がいるから、どちらかをするしかねえんだわ。その逆をして4号に陣釣ったらもう負け。そこまでは言ってるんだけど、4号の審議まで生きてないっていう。話はそういうもんだ。はい。まあ8、9、1の流れで7釣りますは言えないから、もう自由投票もできないから、もう2番、3番のくくりでもう集中してもらう。2番、3が2、3の審議は負けます。それで、基本的に1周目って、特に何もなくて、2週目からこうやって役職がこう出てきて、それから議論が進むんだろうなと思うから、別に要点だけ淡々でいいんじゃないかなって思ってる。で、占い師の、377の審議なんやけど、7番がもし狂人やったとしたら、ご主人が出てきちょって、邪魔するようなことはしないと思うので、7番さんが、黒やなと思う。で、3番さん、狂人が9番に白出してて、で、9番さんが黒やった場合、7番は、相方が囲われてるので出てこないと思うので、ちょっと9番さんも、自分の中ではちょっと弾いている。で、結局ね、俺1周目の4番さんの発言でさ、話が長い短いだけの話やねって言って、だからどうするかっていう意見がなかって、5番さんもちょっと便乗しとったんやけど、5番さんはそれに対して、占い師がその話長い方がね、見つけやすいんじゃないかっていう結果を出してたので、まだ5番さんの方がいいかなと思っている。まあ2周目の4番さんの意見でも変わるかもしれんけど、占い師は7番さんが黒かなって思っている。で、3番さんが狂人で、7番さんが黒やった場合、9番さんはないのかなって若干思っている。以上。3番さんが発言します。いいか、9番、4番さん、5番さん、6番さんとか聞いておいてね。1番って決定的な失言してて、7番死んでみるのは分かったんよ、謎の理由で。
だとしても4、5の精査かけるって一番言ってるけど、7番は5番白なんだから1番って確定の人外じゃね、言ってることはわけわかんなくね、1番って。7番を真で追うんだったら4、5の精査じゃなくて、7番の真の占い先は5番だから、5番の精査かけるって発言はそもそも間違ってると思うよ、1番が。だから1番の視点が変なのと、まあ、8番が追ってる2、4ロロ、一定数わかるんやけど、俺目線はね、8番さん、うん、1番が確定の人外やと思ってるから発言的に言うんだけど、7番って3人目で出てくるから、めちゃめちゃ締め取りやすいじゃん。だから7番が俺も人狼やと思ってるの、発言上。って感じかな。だから俺は7言ってほしいって感じ。うん。まあ今日はなんか7番、3番の欄になると思うよ、なんだかんだ言ってて。まあ2番の2世追う方もいるんだけど、って感じかな。で、まあ結構、その白先の、なんだっけ、5番か。5番さんって結構いい精査してたから、俺目線は結構やっぱり、うん、白く感じて、やっぱり1番の発言が一番おかしいかな。1番さんよ、7番さん死んでみるんだったら4号精査じゃなくて、5番って確定の村人時代の裏の振動を受けてみるんだったら、1番が確定の黒やってます。7番言ってください。71ロール。4番さんが発言します。はい、まあ今の占い師の発言とかを聞いて、なんか新郎新郎の位置は、まあ立場的に出方的に言ったら7番が新郎新郎の位置なんだけど、3番の発言とかすごい7番行きたいとかそういう発言とか、うん、2番が新郎っていうよりも3番新郎っていう風に自分は感じ取りました。うん、3番7番だから、3、7どっちにも行きたくないんだよね。ちょっと正直3番7番の、あ、2釣りでいいっすよ。2番釣りして取れてないから、2番新だったら6連が悪いっていう進行を取ります。新釣りたくないから3、7で新にしてください。人狼ゲームしてもらいたいんで、まあ、うん、新郎新郎で追うときだ、お、仮に狼だと捉えて7番が狼だとしてつながり得るのが81の方かなって思ってます。そうだよね。で7、5、白なんで、そうでもね、囲いとかもまあ見れな、そんな見れなかったしね、発言的にも。で3が狼だとして見れるかなって、まあ、少なくとも31ローローはないなっていうのは3番の発言では分かるよね。うん、だから3番が狼だったとしたら1を村置きでいいぐらいのレベルで31ローローはない。死んだった場合に負けるんだよね。でそうすると3番が狼だとしてつながり得る部分は、まあ発言的にはまあ自分もそうだし、うん、だから3番の9番囲いも見れるっちゃ見れるから、3番の9番囲い、5番、3だから5なんか評価してる部分からも、から、まあ、5番とつながり得る可能性もあるけど、そうしたときは3番視点が、まあ、7が強で見えてないとおかしいよね。5番村置きで出るんだったらって思ったから、んだから3番の囲いはあり得るよね、9番ね、っていうのは少しは感じたけど、どうなんだろう。まあ、占い先は全然指定とかそういうのは知らなくて、その新占いはその自分の怪しいとかところを占ってほしいんだけどね。5番さんが発言します。4番の思考の中で3級で3番が9番の囲いを見てるんだったら、1番が提唱しているような2、3どちらかでいいんじゃないかでいいんじゃないかな。3、7じゃなくて2番にしか行かないっていう論じゃなくて、なんで3番に行けないんだろうってちょっと疑問に思いましたね。まあ2、3の欄で僕持ってるんだけど、いや2番も3番も7番が狼だと思うんだったら、狼目線って2、3って信教で占い師をしてる状況だから、占い師審議、まあ、4号の精査をしたときに最初に占い審議をかけた僕って怪しい位置になるはずなのに、なぜか人間評価をしているから僕の票欲しいのかなって思ってるんで、まあ2番か3番どちらかをつって、おそらくここに人狼がいるんじゃないかなって僕は思ってますね。はい、消去法で7番は真もしくは狂人かな。まあ、人狼だった場合はちょっと分かんないんですけど、グレーに関しては1番はね、多分2、3を釣ってその番が決めてほしいんだけど、ちょっと接続切れになってるからちょっとどうしようかなって思ってんだけど、戻る早く戻って、困ったな、やばい。いやー、もうこれなんでこんな、僕は落としたいんですけど、
表記接続入れすぎてやべえな。戻ってきて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 。あ、に、23なんでいいですけど、23なんでいいですけど、基本2番寄りでいいっす、2番寄りで。はい。2番でいいっす。2番のみ、黒の1、探してない。9番じゃないって言ってるから。もう、ただし2番が死んだったらかなり厳しいゲームになりますが、地のゲームしてください。5番、9番がどうだった場合にかなり追えなくなるっていう厳しい展開になりますが、2、3のなんだけど2番寄りで、いいです。はい。で、3、7審議は明日してください。2番の色見ます。巨人かもしれないけど、なんか話ぶりは。2審だったらもうかなり厳しい進行ですけども。はい。いずれで、いいです。まあ、東洋行動、まあ、2、3のなんだけど2番に行ってください。はい。ただし2番死んだったら厳しいけど、うん、9番じゃないだから。うん、一応3は1じゃないか。7は一応言ってましたよ、黒の1は。2番のみ9番じゃない。うん、じゃあ1、8、5、4どこなんだろうっていう。まあまあ死んだったら、霊能が弱かったってことで。うん。2番の死に突ったてしまったら、霊能が弱かったってことで、もうみんな気楽にやってください。霊能のせいだなって。こうやって霊能の責任すれば気が軽くなると思うんで、今日のゲーム。はい。で、明日3、7の審議かけて、あ、最悪騎士が、例えば7番死んだと思って6番噛まれたら騎士のもう遺言通り7進進行で強引に行ってください。例えば負けても。はい、以上です。はい。投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放されるのは2番。ただ2番が死んだったらきついよね。3番はもしかすれば陣外かも。2番が陣外だけど7行きたいな。2番3が発言します。2、3の7にしとけばよかったな、これ。だけか。2陣かもしれないのよ。3つとけばよかったな。2、3の7にすればよかったな。全票俺に来てるということで、まあ。霊能師の言うことで来たっていう言い訳をする人も出てくるかもしれないけど、2、3の欄にしとけばよかったけど、ね、3番ワンチャン死んでたんだけど、でも2番が人命なら2番スルーだからね。反応強靭かな。俺グレーの中で、まあグレーって7ローだったら無理に決まってたろ、こんなもんなってるんやけど、5番さん、4番騎士に言ったからね、7番も入れていいよ、このケース。その代わりもういいんだよ、捨てろ。じゃあ占い釣り切りで、狼がこう全部出てるってことで、その代わりもう2の新切り進行、2進なら負け進行取っていいよ。3、7つったら終わりっていうことになるんだけど、割り切るしかないんだって、ゲーム結果出るんでね、わかるんやけど。だから5番さんが、ちょっと発言おかしいなと思った。4番強靭でちょっと話しとったところ、だから、7がどうだったら多分2番死になるから負けなんだわ。もう5番がサイクロかな。で、3番さんは、俺実際ね俺7番行くって言ったから、7番押したんやけどね、実際俺3号かなと思ってるよね。3番さんの発言でさ、みんなさ、2番を偽せだと思うのに、とみんな2番さん疑ってるけどみたいな感じで最初ちょこっと言ったんやけど、3番さん目線俺の白透けしてるんかなと思って、で3オオカミで俺の白が分かってるからちょっと発言したんかな。しょうがないけど2番から釣り入れるしかないけど、単体で言ってったらね、色結果見せて白って言ったら、3番さんが白透けしてるから、まあ黒でオオカミで分かってて言っている、もう戦ってもらうしかない。4番強靭って言ってるところもおかしい、まあそんな感じかな。そうなったとき7番強靭で出てくるかなってなったらおかしいけど、まあ、発言だけで言ったらいいんだけどね、そんな感じです。だから遺言ではなくて、発言の時に言ってくんねえかな、もうよ。なんで遺言の時に言うんだろう。ほら、西野でしょ、多分。だから、新教なのよ。グレーする、ローするなら3-7なんだよ。強靭みたいなとこすんなら2なんだよ。これ、ただ、だからちょっと厳しい進行を取ったよ。2、3の欄で3番とかすればローがあるかもしれないけど、まあ、ワンチャンわかんねえからね。まあ、2番白だったらもう、もうしょうがないよ、2番がもう9じゃない。分かった、それは。そのままお待ちください。
じゃないのは分かったんだわ。でも芯だったらもうしょうがないじゃん。9、13、54、5、8、7、6だったらいっぱいあるじゃん。7の発言から5番囲ったでもいいし、9番だから出てきたでも1、8、4、2強人で一応置いてる。昨夜襲撃されたのは、いやーもう絶対こう来ると思ったから騎士に言ったよ。7守りってもう8番さんが俺は言ったんだよ。7番守ってくれっていう、そこで7進進行で行けってメッセージを伝えたんだよ。サマさんも言ってることおかしいし、2番さんも言ってることおかしかったんで、はい、うん、だから俺は7進進行で言ってほしかったんだわ。だから7守り入れてくれってメッセージを伝えたんだわ。さすがに1白3白なんか占い結果1個多くね。いや偽だからいいよ、もう。偽だからいいよ。3番も狼でしょうから、するんですけど、うん、どう父に伝えたかったのは、7守り入れてくれって、もう俺噛まれても7守りで7進進行で行ってくれって。3番の後ろだけは変えたかなと。3番は2番偽だと思ってるけど、7番なんかもう7、3のこと占いの真偽とか、2は使えるんだから、悩んで戦ってほしいです。3番さんは、1番さんに突っ込んでたけど、1番さんは今のところ7番が真に見えるっていう議論展開をしてたから、そもそも7番が真だと思うのに5番を睨まない、5番は隠しろでしょうとか、もう理論として成り立ってないから、はい、だからもうその不当すぎる殴りも、はい、さんまさんも昨日から偽と思ってました。ただあまりに変だから3-1のつながりがあるのかとか、いろいろ見ていかないといけないなとは思ってます。いや難しいですね。まあとりあえず3番さんつって、9番さんは1番さんが、あ、まあでも9-1のあの9番が言ってた1番のあれって解消されてそうだもんね。1番のあつさでどうなんだろうな。睨むところグレー結構難しいですよね、これね。どうなんだろう。一番さんがなんかすんなり自分の非を認めるとこもなんかあんまり黒っぽくなく俺には映ってしまったんだが、4番さんも昨日なんか2周目、まあ、5番が唯一指摘してた部分だけは通ってるかなと思いますね、5番の4指摘が、はい、まあ、9番さんが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ1番さんからは解消されてますけど、8番からは解消されてないですよ。だって9番は7番評価を、7番と同じ思考を持っている9番がおかしい、だから9番2番4番が変なんじゃないかっていう8番の指摘だから、8番がその指摘をするとき1番気にならないのか、1番はこういうふうに言ってますよ、その指摘だったら1番ってめちゃくちゃ変な視点にならないかっていう8番からの9番へのアンサーは成り立ってないですよ。あと1番さんはなんか、まあ1番さんがそう思ったんだったら謝ります。すいませんでした、言い方に関しては気をつけます。はい、あとまあ俺、まあ、シンプルな話で、まあ、5番さんが4番さんに言っている、まあ、着地点は5番4番も言い方が違うだけで同じでした、はい、同じです。なんか投票結果も同じです、はい、だから5番さん2周目発言聞きます、はい、言ってること自体は5番の方が良さそうに聞こえるぐらいです、はい、まあ、俺は思ったこと言うんで基本的に、はい、一番さんも別に言ってもらって構わないですね、はい、そこに対して9番と喧嘩云々とかそういうの関係ないんで、はい、9番も思ったことは常に言ってきます、はい、思った感情隠されたりなんか惹かれたりとかすると9番が1番の精査しにくくなるんで、まあ、やめてほしいですね、はい、以上です。1番さんが発言します。はい、まあ9番さんは正しい、
物事をちゃんと判断できる人間なのかなとは個人的には思ってるんですね。まあ、これは評価集行動と取られるかもしれないけども、私視点で、まあ、狼がどこかっていうのがほぼほぼ定まってるんで、多分4番さんなんじゃないかなと思ってるんですね。まあ私が3番に指摘した部分に関しては、まあ、結構邪推な部分はあると思うんですよ。それは3番さんも邪推な部分を喋ってるんで、俺はいいなとは思ってるんですよね。俺の発言は別に、否定されるものじゃない。だって3番さんもやってんじゃんって思っちゃうから、まあ、個人的には3番さんが狼だった場合は後半にいるんじゃないかなっていう推測をしたときに、そうなったら、まあ、3番さんが7番信じて見てるんだったら、まあ、5番神を、追う視点はおかしいんじゃないかは通るんだけども、まあ、そうなったら、まあ、3番さん狼だったら4番さんなんじゃないぐらいにしか俺は思わないんですよ。あの2週目の発言を聞いたときに、なんか狼っぽいなって、なんか落ち着きないな、ちゃんと、自分の意見を言ってるなっていう部分が8番、9番、5番に伝わるんで、まあ、4番なのかなって思うんだけれども、でも3番さんがもし死にあったときのケアもしないといけないと思ってるから、7番の地神の5番狼っていうのは全然追っていかないといけないと思うんだけどね。まあ、それが2週目かなって個人的には思ってる。そう、どちらかというと5番さんの方が分があるのかなっていう部分は感じてるんで、8番9番にはちょっとあんまり微妙かな、うん、狼っていう感覚は今のところ抱いてないっていうのが率直な意見ですね。はい、以上です。3番さんが発言します。いや、正直なんで7番さん地神したの？全然勝てたと思うけどね、個人的に。まあ、結果的にさ、俺分からんから言うんだけど、あ、俺つって、俺つって、あの白結果。まあだから、5番の黒とか言うんだけど、まあ5番が7番勘だって説もね、9番さん、1番さんから出てるからあるんじゃないですか。あ、俺、なんも言えねえわ。どこにおるか分かりません。俺つって、あの、自投票します。狂人なんで。4番さんが発言します。わけわかんないんだけどさ、5番の指摘、俺への指摘通ってないよ。俺の昨日の発言もう一度言うからね。7番が出方から言って新郎位置なんだよ。で、発言から言って、あの3番のその指摘の仕方とかそういう感じって、狂人ってよりも狼なんだよ。狼と真なんだよ、その指摘の考え方とか考察の仕方とかが。だから7番も新郎位置、3番も新郎位置だから、俺は芯を釣りたくないから2番行くっていうの。なんで 2,3 のランテージっていうか、俺がさ、進行役なんじゃないからさ、俺の投票したいところを言うだけ。何が 2,3 ランテージなんとか言ってんの、わけわかんないんだけど。しかも3番が5番の指摘は通ってるとか、俺の指摘は通ってるとか言ってるけどさ、わけわかんないんだけど、通ってねえだろ。だから3番狼なんだよ。7番が芯だとしたら3番狼なんだよ。で、だから地神を追うんだとしたらね、だから5番もあるけどね、地神を追うんだとしたら、普通に考えたら3番狼でいいんだよ、普通に。だから1番の俺への、だから1番、なんか3番が狼なら、だから4番があの狼だと思ってるって言ってるけど、それおかしいよ、うん、はっきり言って。だって俺言ってんじゃん、ね、発言します。でも、だから少なくとも3番が狼だったときは、1は絶対つながりえない。だから8、9、あの3が狼だったら8、9しか自分の目線だとないの。5番さんが発言します。そもそも5番が人狼だった時に7の新上げをして、わざわざ、じゃあ仮に2、3が出てます、2番に喧嘩を売るような構図、3番に喧嘩を売る、評価集するような構図を僕が人狼で取らないですね。シンプルに3番が狼、2番がわからないけど狂人だと思ってる、視点が狭いから。そもそも7番が狼、5番狼なら別にいいんですけど、3番狼だった時に3番が裏返して対抗出てて、2番狂人かもしれないって考察をしてるのに、わざわざ僕が2番のことを偽物じゃないかって2番から裏返しに入る構図を僕はしないですね、はい、だから2番の視点が狭い、絶対に偽物、狂人だから7番が真。そこまで1番と8番の白要素取れてます。9番。なんか4番と5番で5番も警戒しなきゃいけないって言ってるけど、じゃあ占い審議どっちやと思ってます？3番さん絶対偽物でしょ。2番と7番どちらかに芯がいるんですよ。
7番が人狼だった場合はわからないんですけど、2番が偽物で7番死んだった場合、僕確定人間なんで、1番と8番の精査した方がいいっすよ。4番弁明だけやったね。でもあんまり怒ってる構図、もしくは1、8どちらかに走ってるケースを僕は考えてますね。4番に3あるかな、怪しいなって思ったけど、2番と3番で3番を擁護するような発言で2番に釣り動画を、まあ言ってる論は分かりますよ。3がでも結果2番3死の結果だから、それって3番が人狼だった場合4番が人狼で救う構図には考えられるけど、34狼だとラインが見えすぎちゃうから4番がそれをしないかなと思ってるんで、4番を弾いてます。はい、あなたの発言です。はい、3番の色見ますけど、まあ見れないと思いますけど、まあローでしょうけど、まあ7番死んで5番白で置いていいんじゃないかなと、7、5だったら負けていいんじゃないかなと思ってますけど、個人的にはまあ2番は強人として釣ってるんで、3ローだった場合一応7守ってほしかったなっていう、だから7守って7グジョバだったらもう7死んシンクロでってほしかったけど、騎士を攻めるつもりはないんで、あの騎士ハラスメントやめましょうねっていう、騎士は出ろって言ったら釣りましょうそいつ。うん、あ、ただし騎士もさすがにやばいと思ったら出てくださいよ。うん、騎士は出ろ言った瞬間釣りましょうよ、そんなやつ。ただ出ない騎士もやばいと思うけどね、みんなから釣りをされてて出なかったらそれは釣られちゃうけど、うん、やめましょうよ。騎士は出ろ、人外発言、騎士は出ろ、うん、ね、頭の中で覚えてて、ただしやばいなと思ったら出なかったらやばいと思うんでね、またワングッチョブ起こして奇跡を起こしたいと思ってるんだから、別に攻めることはないけど、うん、はい、あ、一般的には三郎だとは思いますけども、はい、だから僕は100噛まれるんで、うん、基本7番シーン5番白と思ってますんで、っていうよりもまあ3番が白だったら驚くけど、だから僕は 120% 噛まれると思いますけども、はい、で3番釣って、まあ負けたら2番3番のランテージ組めなかった霊能が弱かったでいいじゃないですか。うん、まあ騎士の責任にしないで、理想7番持ってほしかったけど、これは厳しかったかな。二強人のイメージ、二強人の可能性があるから。三郎のケアで7番持ってほしかったけど、別に、騎士を攻めるつもりはないんで、もう霊能が弱かったでいいです。2、3で3番釣らない霊能が弱かったでいいじゃないですか。気楽にゲームしてくださいよ。うん、心の中で霊能が弱かった。3釣れない霊能が弱かった。っていうことで気楽にやってもらって人狼ゲームしてください。悩んで、まあ一応人狼だと思うところに入れて、ニナは使えるんで。うん。まあ、勝ってくれたらいいなと思ってます。はい、3番の色見ましょう。以上です。投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放されるのは3番さんです。まあ俺視点は分かっちゃうんだけど、まあ3、まあ一般的に3番でしょ、これ3番強人だったら逆に驚くわ。何考えてるの、7番2番白結果出た時盤面神とか発言神とって地神って、何考えてんだろうと思う。ニグチューブ怖えんだけど、まあ正直明日6番神ではいいんじゃね、知らんけど、うん、だって2番白結果出たら7番生存させときゃよくないと思う。2グッジョブは無理。まあいいわ。ワングッジョブでそこが白になる。8、9、1、4にいて5番守りが効けば。まあ、まあこれはさすがに7の芯追ってねえ方が逆に驚くから。まあ、シンプルにもう5番はもう村置き。5番強人で7噛んでたら戦略ミスにも程があるっていう。7番強人で出てくれたんでしょ、噛むわけなくて、あの発言で噛まないわ。なら、7番新世界があってね、2番は強人として釣ってるのだから、イメージングは7守り入れてくれっていうメッセージを伝えたんだわ。2番の新切り進行で7守ってくれっていうメッセージを伝えてんだわ。ただ、騎士の考えだから騎士は攻められんので。人狼ゲームしていただければ。いや、俺の結果なんか見なくていいよ。俺のゴースティングなんか必要ないよ。3番は人狼。襲撃されたのは3番はほぼ人狼だから。3番強人7ローなら5番の戦略ミスにも程があるっていう。
8番、まあ静かに見ましょう。発言します。あーまたトップね。9番さんに言っとくと、9番さんは8からのあれが解消されてない。それは何でかっていうと、7と同じ思考の人がおかしいって言ったって言ってるんですけど、僕は言ってないですね。はい、そもそもあなたたちの7番の評価が間違ってるって言ってるんですよ。7番はようやく要点だけ言って発言を短くしたらいいっていう人ではなくて、後半1は、時間内に喋れなくなる可能性があるから要点をまとめて喋ってねって言ってるだけだから、時間切れになること、精一杯喋る前提で時間切れになって言いたいこと言えなくなることを危惧してる人、これが7番の人物像だから、9番とかが7番の評価を間違ってるって言ってるんですよね。だからそもそも9番さんに僕に投げられたことは甚だ違うことですね。9番さん分かります？ただ俺この議論って正味人外要素じゃないと、人外要素を測れるもんじゃないと思ってるから、まあ俺はとりあえずそれ投げときますね。なんとなく俺5番はもうあのスケールで白でいいと思っていて、4番さん結構ね、なんかね、いや5番の言ってたこと一定数ね、あの一昨日か通ってたと思うんですけど、まあ、4番さんの言ってることも、まあ、通るんですよ。まあ、4番さんが3のロジックを強く追うときは3からつってもいいんじゃないっていう4あの5番の指摘は一定数通るんですよ、4番さん。ただなんか4番さんってめっちゃなんか思ったこと素直に吐き出してんのかな的な要素がめちゃめちゃプンプンしちゃうんですよね。ということで、僕はまあ今日ちょっと9か1行こうと思ってます。はい。なって俺は思ってました、昨日から。はい。じゃあ、9か1、話聞いて決めます。9番さんが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ俺はその議論をするのであれば8番でいいと思っちゃうけど、9番は8番は普通だよね、7番って要件人間なんじゃないかっていう人間精査をしているのね。9番8番は普通って言ってるんですよ。8番騎士なのね。4番騎士出る意味なくない？これ48すり切ったら勝ちじゃん。やっぱり2はあるから終わりだよ。終わったよこのゲーム。4番が出る意味ってあんの？もう終わりだよ。1番さんが終わりだよこれ。4が出る意味ってあんの？終わりだろもう。まさかの勝ち確定を。勝ち確定でマジで俺も驚いてるっていう。じゃあ、あとは騎士をどっち当てるかゲームか。じゃあどうだね。うん、もうお遊びゲームだね。8番さんがあの場合冷静な状況で騎士をまで見れてないってあんま感じないんだけどな。4番って5番の庇護のもとに9、1、8番と5番の庇護のもとに勝てたんだけど、何考えてんだろう。8確定盤面。どうしたらいいんだろう、俺も。霊能が弱かったって話から、なんか別に勝てたっていう。でも、まあ、明確に捨て釣り切りで終わりですよ。仕方をしてる部分いやの今日ないんで、釣り切りで終わりするんだったら8番さんになる？いや、いいよね。俺こんな推理してても仕方ないから。はい、一応推理したら面白いんだから。価値格だから。価値格だから。びっくりするほど価値格だから何考えてんだろうっていう。ごめん、3番さん。反射でおっしゃった。ごめん。4番さんが実施しました。試合終了。よかった。勝利しました。よかった。